ブームーンのオンタマ au by KDDI がお送りします。オンタマパーソナルクエスチョン。まずはじめにオンタマ初登場ありがとうございます。ありがとうございます。ということで自己紹介どうぞ。ボーカルと作詞をやってますゆかです。はい、作曲アレンジギターやってますまさきこうすけです。ムームーンの主導権を握っているのはどちらですか？この雰囲気だとゆかさんですね。どっちかっつってゆかさん、はい、最近ドキッとしたことは？カマキリがちょっと玄関でインターホンを押してずっと待ってるんですよ。何ですかそれ？ライブとかでちょっと遠く行った時にまさきくんの頭にカマキリが乗ってたんですよ。多分そのカマキリなんじゃないかな。大宮だったけどね。大宮から多分来たんじゃないですか。私ん家にカリストーカーですよね。次行っていいですか？ではまさきさん、はい、最近の悩み事といえば何？ゴルフ始めたんですけどあんまり上手くならないっていうのが悩みです。他になんかないんですか？ムームーンのオンタマ au by KDDI がお送りします。イメージオンタマファーストアルバムムームーンにちなんでムー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 ンで始まる歌詞の歌ムねえムーミンこっち向いてねえムーじゃないかムーって言ったよ。ムーミンううはうはじんじんじんげすかんジンギスカーン。む。娘はわるわわるわ。おゆむすめは。う。はい。ず。は。う。は。ジン。ジン。ジンギスカーン。うん。うん。うん。って。ガンガン来ます。もう歴史がギュッと詰まっていて最高にかっこいい仕上がりになってます。ムームーンのオンタマ au by KDDI がお送りします。オンタマウィスパーテーマを受けた一言。まずはゆかさん、家の玄関のインターホンにカマキリが止まっていて押せなかった時の一言。え？続いてまさきさん、ファンからハートマーク付きのラブレターをもらった時の一言。ありがとう。まさきさん、ショーウィンドー前でゴルフスイングのチェックをしていたら周りの人に白い目で見られた時の一言。結構飛んだでしょ。ムームーンのニューアルバムをまだ買おうか迷っている人に一言。これはやばいぞ。ガンガン来るぞ。絶対聞いてみてください。まだ誰にも言っていないムームーンの秘密を一言。僕実は芸名なんです。ムームーンのオンタマ au by KDDI がお送りします。オンタマベスト3。ムームーンさんの男女のユニットで良かったなベスト3第3位。超気楽。年もお兄さんなんですけどタメ口で言っても怒られないし、なんか見守っててくれる感があるので。それに関してまさきさんは？まあタメ口はちょっとたまにカチンと。第2位。スキンケア用品を教えてくれる。
まあ、女の子のね、うん、こうね、いいやつとかはねよく知ってるんで、俺もいいやつ使ってます。第1位、男心が勉強になる。どんなところが勉強になりますか？男の子は普段こんなことを考えてるのかとか、そういうのを垣間見ることができると、あ、なんか男の子って面白い生き物だな。具体的にはこういう感じの、あ、こういう感じのとかをね、男子とかって読むじゃないですか。読んでないでしょ。俺まさきくんは読まないですね。基本的にあのゆかちゃんがいないとこで読んでる。ムームーンの温玉、 au by KDDI がお送りします。温玉メール、ムームーンさんのマネージャーさんからメールが届きました。ゆかさん読んでください。忘れっぽいのはいいのですが、ライブ会場で忘れちゃうのはどうかと思います。次は渋谷デュオです。それでは今から返事を書いてください。絵文字をつけて制限時間内にどうぞ。ライブ会場忘れちゃったんですか？完全に間違えてて、よっしゃ着いたと思って行ったらガラーンって誰もいなくて。なんでそんな間違いしちゃうんですか？思い込んでしまったのかな。カサカブリッツだと思って行ったら間違えてアックス行っちゃったとか。すんません、私これから気をつけます。お化けキョロキョロ、何書いていいか分かんないよ。チャーハン食べたいっす。なんか問題の解決にはなってないように思いますが。絶対に次の日のスケジュールとかも最近すごいちゃんとファイルに入れて常に持ち歩いてて、次の会場はどこだっていうのは最近ちゃんと確認してる。